なぜか、森島先輩が廊下の真ん中で両手を振り回している。気候。お疲れ様です。ムービンです。今回も甘噛みやっていきましょう。前回のパートは残念ながら、ミキヒコ、まあミッキーですねミッキーが振られてしまった、そんなパートでした。というわけで今回もやっていきましょう。はい、早速ね、会話ですね、会話先にやっていきましょう。はい、埋めたいですね、できる限り埋めたい。今回はでも会話がめちゃんこあるイメージがあるんで、まあ、比較的楽じゃないかなって思います。ってことで早速ね、ターン1のミッドなんですが、世間話と娯楽の間、2択よね、2択。こう、2択か。あー、うんと勉強、両方あるんだよな、この人。この子、2択両方あるんだよな。運動。はっ2分の1外したわ。ごめんなさいね。クソどうでもいい話ね。飛ばしていきましょう、うん、はい、これで終わりだと。申し訳ない。なんで結構大半な確率当たんのにこういう時はまあ、外すの。世間話入れとくか、入れときましょうね。さっさと上に戻したいんで、まあ上がるか分かんないですけど。おっと、飛ばしそうになった。うんうん、そうなのよ。トイレは全部洋式にしてくれればいいのに。そうですよね、この時代か。この時代結構学校まだ和式多いですね。多かったと思います、私的にも。ああ、私どうだったかな。ああ、結構あったような気がすんな。まあ、学校っていうか、いろんな施設で和式まだ多かった気がする、普通に。うん。うん、どうせなら全部、パッとね。まあ、今の時代は大体もう、洋式ですね。和式、しづらいよね。まあ、スーツとかでもしづらいんで、さすがに。今はもうだいぶ置き換わっております。予言ですね。予言しております。この方は。そうですね。悩みすぎたので、カットしました。あまりにも悩んで、なんか、右のおしゃれ行こうか、真ん中ら辺の娯楽とか運動つこうか、なんか左側の世間話行こうか悩みすぎたんで、まあ、普通に、打ってきます。娯楽。おっと、入った。オッケー。あ、でも2個ある。お、2個あるんじゃん。ってことはもうここ確定じゃない？まあ、次来るかわかんないけど、この位置に。先輩が好きな動物って言うと何ですか？むむむ、それは難しいな。まあ、基本的に全部好きだからね、この人ね。強いて言うなら、やっぱワンちゃんかな。ムビキチ勝利、子犬ムビキチ勝利です、ね、一番身近ってこともあるけど、やっぱり可愛いのよね。なるほどね。一番上来ましたね。あ、ここもエッチな可能性あるの。マジエッチ埋めとくか。ここの間も結構広いしな、恋愛から。エッチ、まあ、エッチじゃないって分かれば行動だって分かるからアタックはしやすくなるよね。まあ行動で差があるかもしれないですけど、その入るとしたらエッチ、とりあえず、こっちだったか、行動だったか。それでとりあえず、なんか、放課後の確定権を得ておきたいところがあるね。ここは上上げたいけど、娯楽より右か。おしゃれ入ってんじゃないじゃん。お、入りましたね。今年用の防寒具って何か買いましたか？ダウンジャケットとか、コートとか。コートを一着買いたいなって思っているくらいかな。あ、まだなの？季節的には12月入ってないくらいか？入ったくらいかな？あ、そうなんですか。いいの見つかるといいですね。ありがとう。あ、上がんなかった。申し訳ねえ。はい、つうわけで、昼休みか。昼休み。あ、待って、会話結構消費してきたな。放課後まだ1個も空いてないんだよね。あと何個？ 7 個か。3つぐらいは残しときたいから。今はやっていいかな。今はやっていいな。その次からちょっとペース考えるか。うん。これなんだろう、間。いや、勉強だけか。ここ2択間違えたんだ、私。
最近の放課後って何をしてます？何してるんだ？そうね、勉強か。最近は響と参考書を見ながら問題を出し合ったりしてることが多いかな。まあそりゃそうよね、この時期だったら。で、勉強してるんですか？驚いた？まあ勉強してるイメージないっすからね、この人ね。あ、なんか勉強の会話の選択肢はあるけど、普段この人がちゃんと勉強してるかっていうと、なんか響先輩になんか怒られるとかなんで、まあしてないんでしょうね。これでも受験生だからね。でもなんやかんやそつなくこなして、結構いいとこの大学行きそうだな、この人。それがこの人のなんか感じだよね。この人そういう感じあるよね。世間話とおしゃれの間広くね。広いな。食べ物娯楽とかかな。だここら辺結構ね、狙いやすいというか、なんかあるんですよね、娯楽が多い。食べ物はないんですけど、どう勉強、いや、ここは挑戦しておきたいな。娯楽かな。ダメや。先輩、実は、あ、これあれだ、クソつまらん3点リーダーのやつや。え、許してくれ、申し訳ねえ。で、ここ前回クソ悩んでカットしたとこですね。娯楽2個だったんで、娯楽入れてもいいけど、食べ物もまあ確定なんですよね、ここって。どっちでもいいな。続き見るか。パート分かれないようにしたいんで。ちゃんと続き見ておきましょう。あ、そういう話の続きだ、そうだね。犬が一番好きってお話でしたけど、一番好きな種類は何ですか？なるほど。むむむ、それは難しいな。まあ、柴犬とかね。ゴールデンレトリバーとかね。強いてあげるなら、ゴールデンレトリバーが好きかな。ちょうどあげた2つのうち1つを言い当てるというか、言われるとちょっとびっくりしますね。あの大型犬ですか？うん、黄色の毛並みに優しげな瞳、もう考えただけで胸がキュッとするわ。じゃあムビキチ金髪に染めてきてください。今から染めてきてください。そういうわけじゃねえって。ここ結構外してんな。あれ、行動は確定してるから、やっぱここ攻めときたいね。安牌な状態をがっつり地盤を固めときたい。あ、おしゃれか。おしゃれなんじゃない、普通に。お、入った。よっしゃ。そうだよ、この人おしゃれ多いもんな。先輩は普段ハイヒールって履きますか？ううん、必要なければ履かない。実はちょっと苦手なのよ。なんかあれ、めっちゃ歩きづらいっていうね。なんか男性が履いてみた実験みたいな動画が、なんかアメリカかな、でのがありまして、それでなんか男性履いて歩いてみっていうやつなんですけど、誰も歩けないみたいな、もうめちゃめちゃずっこけまくるみたいな実験があるくらいですから、あれ大変なんですよね、うん、きっと。見た目は可愛いから好きなんだけど、とっても走りにくくて。あ、でも走りにくいって次元なんだ。なんか歩きづらいじゃないんだ。ていうか先輩はハイヒールを履いて走ったのか。確かに、うん、下がっちゃったわ。下がるんかい。ここ上げたいけど、おしゃれより右。恋愛エッチ行動。もう行動か恋愛じゃない。なんかエッチ下で入ってるイメージあんまないな。恋愛にしましょうか。よし、入った。オッケー。あ、今回順調じゃない？この間ふと思ったんですけど、浮気ってどこからが浮気なんですかね。お前これ下がんねえか？え？浮気？そうね。お？浮気か。君は浮気してみたいの？まあ、個人的にはしたいとは全く思ってないね。いえ、ただなんとなくです。自分が恋人に負い目を感じるようなら、それはもう浮気じゃないかな。深い。それは深い発言。負い目感じなければ、それは浮気じゃないっていうのも、それはそれでやばいけど、うん、でも深い発言だね。負い目を感じる、どこか負い目を感じるんだったら、それは浮気だと。どんなに軽い行動でもっていうことだね。で、放課後になりました。これが選べるので、選んでいきましょう。両手を振り回している。一体何をしているんだろう。両手振り回してるのか。何、UFO でも呼びますか？一緒に UFO でも呼びますか？全く謎だ。焼却炉にゴミを捨てに来て、こんなに謎めいた場面に出くわすとは。もうね、焼却炉でゴミを捨てるっていう時代がもう懐かしすぎる。懐かしいよ。ダイオキシンとか言われてた頃か。今はもう火力が強いんで、ダイオキシン出ないんですけどね。なぜか、森島先輩が廊下の真ん中で両手を振り回している。気功。しかも、だいぶ熱心に。
気になる。聞いてみるか。森島先輩。お？あ。どうでした？どうでしたというか、何してるんですか？気でも狂いましたか？何してたんですか？お？何が？は？記憶障害か？いや、さっきまで両手を一生懸命。あ、そうなの。ちょうどよかった。女子用の水着持ってない？なんで手振り回してたんだ？でもそれで。女子用の水着持ってたらやべえだろ。今気づいたわ。これでさ、ムビキチがさ、あ、ちょうどいいところに今日持ってきてたんですよね。はいって渡したらもう絶好でしょ、そんな。持ってるわけないじゃないですか。やっぱりか。もしかしたらと思ったんだけどな。お前の中でムビキチの立ち位置どんなんなんだよ。もしかして持ってませんよ。残念だな。なんかね、水泳部の練習を覗いてたら私も泳ぎたくなっちゃって。なるほど。え、それ入れるの？入っていいの？あ、そうだ、ミヤちゃんの水着でもいいんだけど、どうかな？待って、あの、2点ある、言いたいことが。まず1点として、そういえばミヤと先輩はまだ仲良くなっていない。仲良くなるルートが今後あるか知らないけど、まだ仲良くないのと、2点目、絶対入らない。うん。うんじゃねえだろ。森島先輩がミヤの水着を着るのか？いや、ダメですよ先輩。え、どうして？冷静か。先輩がミヤの水着なんて着たら大変なことになっちゃいますよ。そっか。 まず身長も合わねえしな。胸とかそういう問題じゃなくて。あ、そうだ、水泳部の部員にお願いしてみようかな。それが一番手っ取り早いね。いや、なんか予備とかあんじゃない？甘すぎるわね。学校指定の水着は部活では使わない。あ、そういうことかと思う。まあ、確かになんか七崎も競泳の中でもちょっとかっちょいい水着着てた気がするな。スクール水着じゃなかった気がする。なるほど。よし、プールに突撃よ。ゴー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 。私の水着ですか？そう、ちょっとでいいから貸してくれない？お、この何、混乱に乗じてムビキチも颯爽と現れる。なんかあの、森島先輩の付き添いで来ましたっていう体で来るっていうね。七崎に怒られたんじゃないんかい、昔。このルートではまだ怒られてないっけ？七崎に怒られるとこあった気がするんだけど。意地悪しないで。ね。お、わかりました。そう、ゴラクちゃん、もう大好き。なんかアメリカっぽいよな、この人。対応が。巧みなおねだりだ。大丈夫かいて。じゃじゃーん、着替えかよ。お、普通に出てきましたね。お、おめでとうございます。お、じろじろ見ていく。森島先輩の水着姿、僕はなんてついてるんだ。なんでお前ついてきたの、そもそも。どう、似合う？もう、え、似合うって聞いてくんのすげえな、この人。もちろんです。まあ、好きですからね。ありがとう。よし、泳ぐわよ。待って、いていいの？いていいの？こら、何してるの？は、まずこの人もいていいのって話だし、主人公もいていいのっていう。妙に騒がしいと思って来てみたら、部外者が二人も。せやね、殺されないですか？そんな寂しいこと言わないでよ。大丈夫。何言ってるの？部外者は立ち入り禁止よ。着替えてさっさと出て行って。この人部活には厳しそうだな。そんな。そうだ、君からも何か言ってよ。あー、怖いな、この人。この人敵に回したくねえんだよな。なんで二択あんだよ。やめてくれや。巧みな言い訳をする。本当に巧みか？ムビキチ信じてるぞ。塚原先輩。ん？お？ここで、森島先輩を追い出すのはたやすいでしょう。でもそれでいいんですか？そうよそうよ。というと？何が言いたいの？何が言いたいんだってばよ。お、森島先輩の泳ぎたいって気持ちを無視した場合は大変なことになるんですよ。大変なこと？大変なことってなんだってばよ。続けてくれ。なるほど、今日泳げなかった先輩はきっと泳げるまで水泳部に来るでしょう。まあそうかな。諦めが悪いんでね、この方は。しかし塚原先輩は泳ぐ許可を出さない。するとどうなると思います？想像もできないわね。
いつしか森島先輩の水着姿が見られるという噂が広まって、男子生徒が覗きに来てしまう、そういう事態が始まってしまうんです。現に私がここに来ているように、結果として水泳部の活動に支障が出てしまうわけです。わかりますよね？いや、全然理解できないわね。たくみとは何だったんや。うん、頼んでおいてなんだけど、私もさっぱりわからないや。お前はこっちの味方につけや。そんな面白いね。結構なんだろうな、結構良かったと思うけどね、私的には。なあ、これ増えるイベントだったんだ。あ、でも上がりましたね。上がるのは助かる。さて、場も和んだところで人泳ぎ。ダメです。そういうわけだから早く出て行きなさいね。ダメです。響ちゃんの意地悪。この人水着着ただけで終わるんか。めっちゃ面白い。はい、すいませんでした。はい、ま、こうして森島先輩の水着姿を、見物した。そして、塚原先輩の水着姿も見た。さすがのプロポーションにかなりドキドキした。泳ぐ姿もちょっと見たかったかも。残念だ。何が出んの？トークじゃん。え、プールのトークじゃん。あれだ。あれと一緒だ。え、カオルちゃんと一緒だ。なんだこれは。どうすればなるんだ？このプールに関しては。なんかよくわかんなかったんだよな、カオルちゃんの時も。プールでアタックするんだけど、多分時間がもっと特殊なのかな。なんか昼休みじゃないとダメとか。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。せやろな。頑張ってね、ニーニー。おとんになんか言われたくないで。我は我の道を歩んでるんや。歩んでるんさかい。待って、またさ、やっぱお父さんからのやつはさ、キモタになりづらいんだよ本当に。やめて、本当お父さん出てこないで本当に。はい、次の日の朝になりました。あの、朝になった途端にフォーカス当たってんのここなんですけど、今日か怒られるの。怒られるの今日ですね、長崎さんに。はい、まあカットするんですけど、そういう日だったんですね。これは何、この待って、この会話はさ、何よマジで。え、待って、放課後しかできないじゃん。しかもプールだよね、確かプールの会話だよね。え、よくわかんねえこれマジで。今日これ逃すとちょっと面倒なんだが。え、待って、これどういうことなんだろう。放課後今日やって、プールでは放課後しかできないんだよね。カオルちゃんの時もそうだったもんな。ん？もしかしてここで消えてるのって、これ埋めるとここ消えてるじゃないですか。これってもしかしてプールでの差分かな。もしかしてプールの状態で膝裏にキスとかできる場合によれば、ちょっと数計算させてくださいね。ちょっと放課後これ、あ、でもこれって潰れるって書いてないな。これやってこの左が潰れるんだったら、多分先に昼っていうか午前中イベントを消化しちゃった場合は、プールイベントはないのかなと思ったんですよ。で、これが放課後だから絶対。だったら会話を無理にしないで取っといた方がいいのでは。あれ、わかんないな。わかんねえな。わかんなくなってきてしまった。いっか、あと1個分はアタック決めるために頑張るか。普通に会話していきましょう。あ、そういう感じのことをしっかりやっていかないといけないような気がするな。このゲーム意外と難しいですからね、そこら辺が。じゃあまあやっていくんですけど、これ右側は食べ物で決定だね。まあ、食べ物下がる気がするから先にやっとこっかな。いや、なんか食べ物めっちゃ下がるんですよね、この人。食べ物上がるやつあった、だって。なんかさ、動物を意識しちゃうっていう。ちょっとやってみるか。どうだ、下がるか。おっと、思った以上に全然違う話になった。動物関係ないやん。好きなアイスクリームって何ですか。
チョコミントかな。色が好きだからついつい頼んじゃうんだ。なるほど、はい。あの緑色ですか。うん、でもミントがちょっと苦手でいつも食べきれないの。なんかミント、チョコミントのミントって本当にミント強いよね。なんか私味はなんか薬みたいだとか言って嫌いだみたいな人いますけど、私はそんな嫌いじゃないですけど、なんかなんであんなにミント強いんだろうなって思ってます。食べ物として。ひびきちゃんが食べるから。かわいそう。そうなのよ。でも毎回残してたらひびきちゃんに禁止されちゃった。それはそうですね。あ、これ大丈夫そうですね。下がる。嘘やろ大丈夫そうですねって言った直後下がったよ。びっくりしたわ私としても。で、世間、あ、この2個目見たかった世間話だ。なんだっけ、隠し事の話だよね。秘密の続きだ。もうまたその話なの。なんとしても聞いちゃうんごね。あは、だって今度って先輩が。そうですよ、今度って言ったんですよね。だから今回は答えていただかないと困りますね、こちらとしても。それはその、困っちゃうな。そんなに大変なことなんですか。そりゃそうよ、だって秘密にしているんだから。で、ちょっと、まあそうね。はい。人に言えないことなんだから君にも言えないでしょ。おっと、そこに気づくとは。先輩頭が切れるな。やはり確かにそうですね。軽めの秘密ならいいかって思っちゃった。危ない危ない。おっと、あー、結局聞けないのか。今後分かったりするのかな。あー、でも上上がんなかったか。待って、おしゃれか、食べ物かなの。おしゃれ、上がんなかった食べ物か。食べ物下がる気がすっから嫌なんだよな。でも次は絶対食べ物なんで、食べ物入れるしかないっすね。次以降は、はい、その時は腹くくりますか。ターン4。うわ、全然空いてね、全然空いてね。どうしようか。やっぱ娯楽安定だよなこの人。娯楽多すぎじゃね。なんかおしゃれも多いけど娯楽も多い気がするな。娯楽行ってみるか。お、娯楽多くね。そしてこれ食べ物じゃね、また。あー、でも下がるとも限らないのかな、わかんないっすけど。きついっすね。最近買った CD とかってありますか。最近はないかな急に会話に戻るっていう。あ、そうなんですか。だいたいお店でレンタルしちゃうし。あ、そう言ってたね。 あとは響きに借りたりね。なんかレンタル系、レンタルするのが主ですみたいな話してたね。アタックできるね。していきましょうか。どうなる、膝裏のキス。はい、まあ未だに懇願している。あのですね、森島先輩。どうしたの。もう一度だけ膝裏にキスを。あ、そうだそうだ。え、3点リーダー。というわけで犬はきっとそう考えてると思いますそっかそっか。結局うまくいかないのかな。こんな感じでいいんですかね。さすがねありがとう。なんかあれか、自分がその話をしたら森島先輩が犬に関してのことを思い出してその話題に移行しちゃったみたいな感じ。本当にこんなんでいいのかこうして森島先輩と犬の気持ちと行動に関して話をした。はあ、膝裏にキスしたかったな。最初の1回だけか。なかなかできないっすね。埋まらねえな左側。あ、じゃあ関係ないのか。ここまで埋まったからあと1個会話があるか。なんか私が今考えてるのはプール専用のやつが1個ここにある、もしかして。で、あと放課後イベントがこれっていう見立てなんですよね。ちょっと飛ばすか、飛ばしましょうか。そうだった、飛ばしてみようと思ったけどこれだった。悲しいイベントやった。ちょ、これね結構本当に精神に来るんでカットいたしましょう。辛いこれ結構心に来るよな、七咲好きな人にとっては。きついなきついなあれ結構きついよね、きつめだよね普通に。ニーニー、顔がデレデレしてるけど何かあったの。まあいいこともあったし悪いこともありましたね。そうさ、ミヤさ、ちょっと膝裏見ていい？ちょっと膝裏さ、ちょっとミヤの膝裏気になるね。ちょっとあそこさ、ちょっとマッサージすると
なんか疲れに効くんでね、足疲れてない？今日たくさん歩いたりしてない？あとむくみにも一つんすよ。むくみにしつこいなーってしつこいなーって。もう終わってんだよ、宮の立ち絵が出てる姿はさ。終わってんのに膝裏を見ようとする兄の姿よ。やばいですね、やばい兄貴ですね。というわけで今回は時間いい感じなんで、区切ろうかなと思います。次回はねちょっとね放課後が数少ないので、まあ、プールとかやっていきたいんですけど、会話イベントをちょっと残したいので、あのそこら辺計算しつつ会話していきたいと思います。でご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。